ゴルリス病院は、スペインバスク州ビスカヤ県ゴルリスの海岸近くに設置されている公立病院である。プレンツヤから見た、ゴルリス病院ゴルリスの海岸ゴルリス病院の近衛20世紀初頭のビスカヤ県では、結核が猛威を振るっていた。例えば、ビスカヤ県の県都であるビルバオでは、1911年、当時の人口が約8万人程度であったのに対して、 そのうちの約6000人が結核患者だった。ゴルリス病院の設置後、1936年から1939年にかけてスペイン内戦が行われ、内戦中に結核患者はさらに増加した。ビスカヤ県における結核患者は、その後に抗結核薬が出現したことによって激減していった。1910年に、 ゴルリス病院を設置することが決定された。1919年6月29日に小児の結核治療のために設立された。ゴルリス病院はもともとサナトリウムだった。ところで、結核の原因である結核菌は紫外線に弱いとされている。また、紫外線は地球の大気を透過してきた太陽光にも依然として含まれている。ゴルリスは ビスカヤ県内においても日照が得られる日数が多いことで知られており、当時は結核療養施設に適した場所と考えられたのである。その後、1936年に内戦が発生した。この戦火から結核患者の子供たちを逃がすべく、1937年6月に S ・ゴイゼコイザラという船を使って、病院のスタッフも含めて、 フランスへと完全に避難することもあった。さらに、高血核薬によって、血核患者が激減したこともあって、1970年には、整形外科医と変わった。そして、1985年に EU、オサー・アーキデーザに統合されて、リハビリテーションのための施設となった。当時は、死の病であった、血核患者を受け入れる、ゴルリス病院が設置されたことで、 地元のゴルリスの町には、引用にも適するレベルの正常な浄水道の整備が、ゴルリスと地方政府との間で約束された。ゴルリス病院は、北43度25分1秒、西形2度56分36秒に位置する。この病院の建物は、スペイン国内において、初めて建設された鉄筋コンクリート製の建物で、ある。ゴルリスにおいて、この建物は、 ランドマークとして認知されている。ABCDEFGHIJK プレースオブインタレストゴーリーズホスピタルハット AB サナトリオでゴーリーズ結核症ホスピタルでゴーリーズハットゴーリーズありがとうございます。